広田神社は大阪市何和区にある神社。旧社各は孫社。新士は赤栄である。何は百景、広田社詳しい創建年代は不明であるが、神宮皇后が三冠征伐から戻ってくると、押熊王が反旗をひるがえしていた。皇后は王を避けて南波に上陸しようとしたが、船が海中でぐるぐる回って進めなくなってしまった。そこに、広田の地に、 アマテラス大臣の改まを祀るようにとの神託が降りたので、皇后は、アマテラス大臣の改ま、道坂起源の三霊天祖無吉姫命を祀る屋船が動き出したという。約100メートル南方に恵比寿を祀る、今宮恵比寿神社が鎮座する。なお、兵庫県西宮市の広田神社の南方にも恵比寿を祀る西宮神社がある。 1> 約1キロメートル東方の上町が一条に位置する四天王寺の鎮守とされ、今宮村では古くから正月には御所へ新鮮な鯛を二尾ついだという。1872年、孫社に列す。1906年、新鮮兵白陵とも新社に指定される。昔は西方に紅白二種の萩を植えた茶店があって、萩の茶屋と呼ばれていた。現在も、町名。 萩の茶屋として残る。実質の平養を祈り、前回の放祭に紳士である赤いの絵馬を捧げる。この紳士は土地を守る神で、地と地と音が通じることから、実質平養を祈るものとなったという。ありがとうございます。